今回紹介するのは「これはしない、あれはする」という本です本書は82歳にして今なお現役の美容研究家として活躍する著者が今を生きる人たちに自らの失敗を振り返りつつ25のしない方がいいことと25のした方がいいことを説いた本です「比べない、嫉妬しない」 詮索しない、欠点を隠さないから、笑顔でいる、働き続ける、一人、時間を持つ、互いに許し合うまで、年齢を重ねた著者だからこそ、説得力を持つ、一見当たり前の事柄に含まれた人生の真理に触れてみたいと思いませんか著者の小林照子さんは、60年以上にわたって美容研究家として活躍してきた。いわば、 美容業界のレジェンドとも言える存在です56歳で会社を創業し75歳で高校を設立82歳にして今なお新しいプロジェクトを始めるなど人生100年時代における一つの理想的な生き方をまさに体現しています夢を求める20代の若者から元気に生きる100歳の方まで 人生100年時代を生きる知恵が詰まった一冊です人はいくつになっても新しい人生を始められるということを感じ取ってください82歳にして現役の美容研究家が語るこれからの人生を生きるヒント繰り返し読みたい本ですこんな風に年を重ねたいと心から思いましたきちんと生きたい と背筋が伸びる気持ちになりました。以上、興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。